はい、さっき九州キャンピングカーショーから、帰ってきました。はい、まあ、今回の感想としましては、まあ、デュカとレースのキャンピングカーを一応見に行ったんですけど、今年は、まあ、言うほどねちょっと少なかったかなと。去年がね結構日本のビルダー系の会社が結構出してた気がしたんですけど、今年は、まあ、言うほどそんなに、まあ、見なかったかなっていう感じはしましたね。はい、まあそれがまあ一番のあれですね。あとはまあこれもデュカト系、まあ輸入系もあると思うんですけど、結構ね値段が上がってまして、まあそれこそね毎年ちょっとずつ上がってるので、まあ毎年だとあれなんですけど、ここ 3,4 年前と比べると、多分 3,4 年前のデュカトのキャンピングカーが税込みで700万とか800万ぐらい、まあ、標準で600万とかで、オプション付きで800万とかぐらいだったと思うんですけど、もう今ね標準というか、オプションなしで1000万が普通、1000万、1100万が普通で、オプションつけると1200万、1300万。下手したら2倍近く値段が上がってるのかなっていうぐらいになってまして、やっぱりね、インフレと、まあ、円安、まあ、特に輸入系は、まあ、インフレ、円安の影響をかなり受けてるんじゃないかなという印象でしたね。もうちょっとね、1000万超えてくると、ねえもう手が出る人は限られてくるんじゃないかなと、思いますね。というのでね、最近ちょっと中古も含めていろいろネットで見たりとか、まあ、してると、結構ねデュカト系の今540系、まあ、540系とは言わないですけど、540ぐらいのショートですかねっていうのをちょっとこうで探してるんですけど、結構中古でまあいい型式というか、もう結構令和元年とか2年とか、まあ新しい目で値段もこなれてみたいな感じで、かつオプションもねエアコンついてたりとかっていうのもあったりするので、まあそっちの方が全然ねお得かなっていう、まあ距離も2万キロとか、まあそういう感じなので、まあそして新車でね、オプションつけて1200万とか行くんであれば、中古、まあ2年とか2万キロとかそういうところで、まあ税込みで800万とか、下手したらね、税込み800万とか、なんか国産のね、ちょっとアルファードとか、そっちと変わんないというかね、そっちの方が逆に高いんじゃないのっていうぐらいなので、まあ、そうなるとねやっぱりねデュカトっていうのがこう居住性と走行性と、あとやっぱりトイレとかねシャワーも、まあ、最低限欲しいっていうのはあるので、まあ、そこでやっぱり探すと、まあ、かつ機動性というかね駐車場に入るっていうのを考えると、やっぱり540、600だとちょっと長いかなっていう気はするので、まあ、540で探してはいるんですけど、ですね。はい。まあ、そこら辺中古も考えるのがいいのかなっていう気はしますね。はい。なので今回ね、結構デュカトベース、もちろんまあ、ナッツさんとかフォルトナとか、なんか新しいのも出てましたけど、ちょっとレイアウトがね、あんまり好きではなかったので、あとね、どこで、ホワイトトップっていうところに、そのデュカトベースの540の長さの、キャンピングカーがあったんです。そこもね、それも結構良かったですね。そこ、
ちょっと資料が今ないんですけど、はい、今資料を持ってきましたけど、今度ステルナ 540KM っていうのが展示されてたんですけど、これもね結構540で、すごい結構変わったね L 字型の、座席というかだったり、あとはねベッドとかこのマルチルームもね、ある程度これはまあトイレとしては使えますね。シャワールームはないけど、でマットレスで、このベッドがね変わった感じで、この2段ベッドとして、あ、2段ベッドの下段を跳ね上げると大きなラゲッジ、あ、こうやって荷物とかもね、まあ、頑張れば自転車とかも積めるかもですね。で家庭用エアコンとか IH クッキングヒーターっていうのもできて、結構ね面白い作りで、まあ、マルチルームはね結構必須だったり、まあ、自分の中ではですねするんですけど、まあ、ベッドのここが、まあ、スペースとしてはどうかなっていう気はするんですけど、まあでもね2段ベッドの上を使って下を荷物入れにできるのは一つ大きいかなっていう感じはしますね。これはね面白いなと思いましたね。で値段も、税込みで990万、これは標準ですね。でボディカラー、マッドガードフロント、16インチアルミ、テレビチューナー、これが標準で、で標準装備でシングルバッテリー、これはメインってことかな。で、FF ヒーター、床暖システムが標準。で、L 字ダイネット、冷蔵庫60か。まあ80ぐらい欲しい。まあ、このタンクがね、19か。まあでもシャワーしないんだったら、まあいいのかなっていう感じはしますね。で、IH クッキングヒント。見た感じではなかった気もしますけど、もしかしたらあったかもしれないですね。で、電子レンジでしょ。で、オプションでリチウムバッテリーとインバーターとソーラーパネルで家庭用エアコン。家庭用エアコンもね30万で作って結構リーズナブルですよね。で、ラップポン。ラップポン高いですね。トイレもねラップポンちょっと安めのやつでねなんかあったので、それもねいいなと思ったんですけどね。あとはエントランスステップ、ステップオプション、ステップはオプションなの、まあまあまあこれはねどうかな。レミスフロントスクリーン、レミスフロント、おや、あ、フロントスクリーンもオプションなんですね。ここちょっとなんかあれですね、ここ標準で欲しい気はするけど、まあでもすごい、これは東西アテオさんとホワイトトップ熊本のビルダーが共同で作ったのかな。まあ、これはね結構ありかなっていう気はしますね。が、まあ多分オプションまあつけるとしたら、まあソーラーパネル、家庭用エアコンぐらい。まあ、リチウムバッテリーとかサブバッテリー系をつけると36789、まあまあ100万プラスぐらいにはなっちゃいますけど、ああまあそれでまあ1100万か、まあやっぱ上がるんですよね。だから中古でね今結構こなれて800万とか900万でオプション付きとかが出てはきてるので、これはまあ迷うところですね。まあ、新車っていうのは、まあ、一ついいのはいいですけど、まあ、これもねこうちょっと面白い、ステルナっていうのもありましたね。これは面白いかなと思いました。あとはですね、フォルトナーもあったんですけど、フォルトナーはやっぱりまあ昇降式のねベッドとかいいんですけど、やっぱり全部含めると1200万ぐらいですもんね。そこも含めるとやっぱり高いかなっていう、なので今ちょっとこう中古に傾いてる
っていう形ですね。もっとね、こうちょっとインフレとか円安がもう少し緩和されてきたらまた値段が下がったりとか、あるかもしれないですしね。まあ今のところね、まだ購入予定はないので、まああと数年後を見越して、まあ、情報収集をしてるっていう感じですけど、ですね、今はちょっと買いとしては大変かなと、きついかなっていう感じはしましたね。はい、ということで今回九州カンピングカーショーに行ってきた感想でした。